日本維新の会、森島です。早速質疑に入らせていただきます。まずロシアのウクライナ侵攻によりまして、連日緊迫したニュースが伝わっておりますが、この場をお借りし、今回の侵攻により亡くなられた皆様にお悔やみを申し上げるとともに、今まさに被害を受けているすべての皆様の安全が確保されることを心から祈念いたします。さて、今日は大臣所信に対する質疑ということで、大臣は先の所信表明において4つの大きな視点で法務行政に取り組むとされました。まずその大きな視点の第一に共生社会の実現を挙げられ、その中で外国人の人権に配慮しつつ、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援を行うとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要と発言されております。今まさにですね、ウクライナからポーランドなど隣国に数多くの避難民が殺到しており、一刻も早い外国による受け入れが望まれる状況を鑑みるに、ウクライナ国民において、日本に暮らす家族たちを頼りですね、日本への入国を望む人もたくさんいると思うんですが、そうしたウクライナ在住者に対するビザの発給手続きの現状の体制であったり、発給対象者がどうなっているのかを確認したいと思います。外務省お願いします。外務省安藤大臣官房審議官。お答え申し上げます。現在在ウクライナ日本大使館および隣人設置しておりますリビウ連絡事務所は規模を縮小し、邦人保護を中心に業務を継続しております。日本人配偶者、日本人の配偶者および子どもさんのビザの申請については、リビウに所在する連絡事務所で受け付けてございます。また日本人のウクライナ配偶者の親族等については、ウクライナ周辺国を含む第三国での申請が可能となっております。目下のウクライナの現状に鑑み、日本人のウクライナ人配偶者および子どもさんのほか、人道上配慮すべき事情のある日本人のウクライナ人配偶者のご両親などの親族についても、可能な限り迅速な入国を認め、ビザを発給していくこととしております。以上。森島君。はい、ありがとうございます。配偶者、子どもだけではなく、その親族に対しても発給していくようにするということで、ビザ発給に関しては、本当に迅速かつ、発給対象者をより広範にするべく、外務省だけではなく、これ、入管もそうなんですけど、連携して、柔軟な対応を行っていただきたいというふうに思ってるんですが、そうして、日本を目指す、ウクライナの避難民に対して、我が国が広く受け入れる、広くの定義もありますが、受け入れることが可能であるかどうか、またそのためにすべきことを、大臣の声でお聞かせください。お願いします。委員長。古川法務大臣。最も大事なことはですね、このウクライナから避難される方々、この方々をですね、迅速かつ適切に保護をすると、これが今、最も重要なことであります。ですから、この避難される方々の我が国への受け入れにつきましてはですね、関係省庁と連携の上、早急に検討して、積極的に前向きに対応していきたいと思っております。森島君。大臣ありがとうございます。本当に前向きな答弁いただきました。本当に迅速かつ適切に積極的に行動していただきたいというふうに思ってます。で、我が国在留のウクライナの方は約1900名ですので、午前中の鈴木委員の質疑にありましたように、現在の入国制限の枠の話が解消されたとすれば、その家族の受け入れとか、ボリューム的にはそこまで大きな話じゃないんで、十分可能だと思いますので、日本への入国を望まれる方がいた際には、ぜひ受け皿になっていただきたく、機動的な在留資格の付与であったり、それらの方々が長期在住を望まれる際には、在留資格もそうなんですが、難民にいても柔軟にお願いしたいというふうに思っています。で、
そもそもですね、こうビザどころかパスポートも持たない戦下にいる人々を本当に日本として救う手段など含めて政府においてはですね、まあ、ある種現行法の枠組みに縛られない措置も含めて、まあ、あらゆる手段というのを検討していただきたいというふうに思っているんですが、まあ、というのもやはり今回の戦地近くでですね、我が国の外交官をしていた杉原中根さんのことをやっぱり想起してしまいます。ご存知の通り、杉原さんはリトアニア在任当時ですね、当時は日独伊三国軍事同盟の、まあ、締結直前だったんですが、それを控える中で、まあ、ドイツから迫害されて、いました避難民に対して、ある種外務省からの訓令に違反して、大量のビザを発給して、まあ、これを救いました。この行動はですね、今を生きる我々の多くは正しかったと解しているという現実を見るに、日本が今何をすべきかというのはよく考えるべきで、それは今回のウクライナへの支援がどこまでできるのかという話にとどまらずですね、我が国の周辺においても、例えば台湾などにおいて有事が起こる可能性がやっぱりあるからです。もちろんそうした事態を防ぐ最大の外交的努力っていうのはするべきだとは思うんですが、もし有事があった際に、まあ、大量の亡命者であったり難民が生まれることを想定するに、今後の外務省であったり、まあ、法務省入管が機動的に動けるかどうかが非常に重要になると考えてます。で、大臣は今後の難民認定において、例えばこう難民条約上の難民とは異なる定義の検討であったり、あるいは平時の議論とは別に有事の際も念頭とした法制度であったりを検討する考えはありますか。お聞かせください。古川法務大臣。難民の認定ということについて、お尋ねがありました。現行入管法上の難民というのはですね、難民条約の適用を受ける難民でありますから、ですから迫害を受ける恐れがある理由というのがですね、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、政治的意見というこの条約上の5つの理由であるものに限られることになるんです。しかし例えばですね、まあ、本国が内戦状態にあって戦闘に巻き込まれて命を落とす恐れがあると、そういう方についてはですね、迫害を受ける恐れがある理由がこの条約上の5つの理由に、この必ずしも該当をしない、入管法上の難民に該当しない場合というのがあります。そこで法務省としてはですね、先の通常国会に提出しておりました入管法改正案の中でですね、補完的保護対象者の認定制度を創設することとしておりました。この制度はですね、この条約上の5つの理由以外の理由によって迫害を受ける恐れがあるものを補完的保護対象者として認定をして、難民に準じて保護するという制度でありまして、例えば先ほど述べた、内戦で戦闘に巻き込まれて命を落とす恐れがある、そういう方々などを想定していたものであります。残念ながら入管法改正案はですね、成立には至らなかったわけですけれども、法務省といたしましては今後ともですね、真に非合する必要のあるもの、真に非合を必要とするものを確実迅速に保護するため必要な法整備および運用の見直しに努めていく所存です。以上。森島君。はい、ありがとうございます。先ほど来難民認定の話はちょっと認定率が低いんじゃないかという話も質疑であったように、難民認定においては、迅速性の難しさであったり、それこそ要件に見合うかっていう、照らし合わせた状況がなかなかこう意思決定に、スムーズに結びつかないということで、今、大臣がおっしゃったような補完的保護対象者をしっかりと救っていける、その内枠 その難民認定をしっかりしていくということも大事なんですけど、その外にいて、急を求める人に対してしっかりと手厚い保護をしていけるよう、迅速な体制構築を、そして法の整備をしていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。はい、こうした点はですね、今日明日の質疑で我が会派の安倍、議員からも、引き続き指摘があると思いますので、そこにつないでいきたいと思います。次にですね、
大臣が4つの視点のうちに、2つ目に挙げた困難を抱える方々への取り組みの推進について、お聞きします。現行の民法の嫡出推定制度における子どもの無戸籍問題に関してですが、先日法制審議会の親子法制部会において民法改正の法制審要項案がまとまったと聞いています。でこの要項案聞くところによると、原則離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫の子どもと推定するという考えは、引き続き維持されるんですけど、再婚後に子どもが生まれた際には現夫の子とみなすというものでありまして、かつ100日の女性の再婚禁止期間も撤廃するものであります。まず前提として現状何が問題で、要項案で何が解消できて、課題として何が残るのか、そして要項案に対する大臣の受け止めを聞きたいと思います。お願いします。委員長。古川法務大臣。この 無戸籍者の方についてはですね、国民としての社会的な基盤が与えられておらず、社会生活上の不利益を受けるという人間の尊厳にも関わる重大な問題が生じているというふうに認識しております。で今ご指摘いただきました民法の嫡出推定制度につきましては、このような無戸籍者を生ずる一因となっているという指摘が、ありまして、2月14日先日の法制審の答申はですね、これに対応する内容となっております。答申にはですね、民法の嫡出推定規定を見直し、離婚後300日以内であっても母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定するとの例外を設ける、嫡出否認制度に関し否認権者を子および母にも拡大するなどの見直しが盛り込まれておりまして、これは無戸籍者問題の解消に有益なものだというふうに考えています。その上で法務省としてはですね、このような法制度の見直しに加え、子について出生の届け出がされることを確保するために法テラスや弁護士会など関係機関とさらに連携を取らせていただきながら、現在行っている無戸籍者やその家族に寄り添った支援をさらに進めていきたいというふうに考えているところです。森島君。はい、大臣の受け止めでは、一定こう再婚後の、再婚後というか、この要項案によって無戸籍問題は解消、されるということ、ですが、僕自身もそう思っていて、これは進めるべきとは思うんですけど、これ新たな問題も逆にこう生じてしまう可能性があるんじゃないかなというのを、少し危惧しています。例えばですね、こう100日間の再婚禁止期間が撤廃されることによって、再婚が早期化した場合ですね、実際の父子関係と推定の父子関係が異なってしまうケースが増えてしまわないか、そういう懸念とかもあってですね、その場合元夫が親子関係を求めるということにつながる可能性とかもあると思うんですけど、そういう点に対して考慮とかされていますか。法務省金子民事局長。お答えいたします。仮に法制審議会で答申された要項の規律に従うとしますと、離婚後300日以内に生まれた子であっても、その出生が母の再婚であった場合には再婚後の夫の子と推定することとなります。しかし委員ご指摘のとおり、実際にはそのような推定と異なり、再婚後の夫の子との間に生物学上の父子関係がないケースも生じると考えられます。で、答申された要項ではこのような場合には、再婚後の夫や、子またはその母が嫡出否認の訴えを提起することができるほか、前の夫も一定の要件を満たす場合には嫡出否認の訴えを提起することとしております。そして要項ではこのように嫡出否認の訴えにより再婚後の夫のことの推定が否認された場合には、その子は前の夫の子と推定することとしているため、前の夫もその子の父となることができるという規律とすることで、委員のようなご懸念にも応えるものとなっているものと思います。森島君。ということで、前の夫もその今の夫との、
着手の関係を否認することができるんで、それは一定、まあ、カバーできるという話なんですけど、まあ、こういう新しい制度を作っていくとなるとですね、まあ、新たな問題とかも出てくると思うんで、そういうことにはしっかりと対処する措置も講じながらですね、引き続きやっぱり問題であるのは子どもが無戸籍ということが一番大臣がおっしゃったように問題なので、これを解消すべくですね、私たちとしては民法改正案の早期提出をお願いしたいというふうに思っております。はい。で、次、大臣所信の3つ目の視点、時代に適した、法務、司法制度の確立に関してですが、その中でインターネット上の誹謗中傷が、社会問題化している件に関して、まあ、前の予算委員会で我が会派の岩谷議員っていう議員がいるんですけど、まさにこの問題で命を絶たれた木村花さんのお母様の木村京子さんと直接お話をした上で、被害者家族としてのメッセージを総理に投げかけました。で、僕自身もオンライン上ではあるんですけど、まあ、その場にいて直に話もさせていただきました。やり取りに関してはですね、おそらく大臣もその場にいて、聞かれたというふうに思っていますが、やはりこうネット上の誹謗中傷はご存知の通り、まあ、加害者側は軽い気持ちで行為をしても、まあ、被害者側においては回復不能なほどの精神的なダメージを負ったり、まあ、時には命を絶ってしまうというケースもあります。被害者はこうした事案に対して、まあ、警察に訴えてもなかなか動いてもらえず、まあ、訴訟しようにも、例えばプロバイダーへの開示請求など含めてもハードルが数多くあるんですね。まあ、裁判費用だけ考えてもその負担というのはとても大きいのが現実です。しかしそれに対して加害者に課される刑罰とか、民事上の賠償責任は非常に軽くですね、まあ、刑法上の侮辱罪に当たったとしても、法改正前の現在では、まあ、拘留30日未満か科料1万円未満という非常に軽いものになっています。また例えば死んでほしいとか消えてくれと、そういう表現が使われたとしても、こうした文言は刑事上の侮辱罪には該当しない可能性もあり、もちろん事実の適時はないので名誉毀損には当たりません。まず現行侮辱罪の適用の範囲はどこまでで、どの程度の誹謗中傷をカバーできるのか、具体的に示せる範囲でお答えいただければ幸いです。法務省川原刑事局長。お答えいたします。刑法第231条の侮辱罪は、事実を適時しなくても公然と人を侮辱したことが要件とされておりまして、より具体的に申し上げますと、事実を適時せずに不特定または多数人が認識できる状態で他人に対する軽蔑の表示を行った場合に成立するものとされているところでございます。森島君。具体的ではあったんですけど、ちょっと具体的にはやっぱり分かりづらいんですね。まあ、ちょっとあの話長くなるんで、このどの程度の侮辱がカバーできるかというのは非常に重要な話ですし、まあ、刑法の改正案は、まあ、条定後に議論の時間があると思うんで、細かい話はそこで聞いていきたいと思うんですけど、まあ、その大前提として、この侮辱罪の法定刑が引き上げが盛り込まれている予定のですね、刑法改正案に関して、まあ、侮辱罪の量刑ってこれ妥当になるのかなと、またこう名誉毀損罪とのバランスってどうなのかなと、またこれがですね、ネット上の誹謗中傷の抑止策になると考えているのか、大臣にお答えいただきたいと思います。委員長。古川法務大臣。誹謗中傷による人権侵害というのは決してこれはあってはなりません。で、この誹謗中傷が行われた場合ですね、刑法の名誉毀損罪、または侮辱罪に該当しうることと、なるわけですけれども、該当しうることになるわけですけれども、両罪はいずれもですね、この人の社会的名誉を保護するものでございますが、具体的な事実を適時するか否かによって、類型的に名誉侵害の程度が異なるというふうに考えられるため、法定刑に差が設けられておりまして、そのこと自体にはなお合理性があるというふうに考えられるところであります。その上で、この近年における侮辱罪の実情等に鑑みますと、
侮辱罪について厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を下し、示してこれを抑止する必要があります。そのため法定刑を名誉毀損罪に準じたものに引き上げることが必要と考えられます。令和3年10月にこの法制審議会から拘留または科料とされている侮辱罪の法定刑を1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に引き上げることが相当である旨の答申がなされたところでありまして、これを踏まえて現在今国会に法案を提出できるよう準備を進めているところであります。森島君。はい、大臣は法定刑に合理性はあって、審議会の意見も含めて、引き上げを検討しているというんですが、1年以下の、拘留、30万円以下の罰金という科料っていう、懲役、はい、と30万円以下の科料っていうのはですね、やはりこう、訴訟費用にも、弁護士費用だけでそんなもの消し飛んでもらうぐらいやっぱり、少ない額だと思いますし、やっぱり適用されるこう範囲を推察しても本当に名誉毀損とか侮辱っていうのが、適用される言葉がどこまであるのかっていうのも、抽象的な中でまだまだ、このネット上の誹謗中傷の、被害者加害者の、負担の釣り合いっていうのは、取れないかつよってですね、効果、抑止効果というのは、限定的になるんじゃないかなというふうに思ってます。で、こうした中でですね、大阪府議会では先日の2月17日に、大阪府インターネット上の誹謗中傷および差別等の人権侵害のない社会づくり条例案というのが提出されました。中身としては、府が行為者および被害者を発生させないための施策などがまとめられた内容になっていますが、こうした自治体における動きに対する受け止めと、大阪府の条文を見たんですけど、中身的にはネットリテラシーの向上とか、相談体制の構築などが主になっていて、条例でできることの限界っていうのも感じます。なので、こうした動きを受けて、国として取り組む方針があれば教えてください。古川法務大臣。インターネット上の、あるいは SNS 上のですね、誹謗中傷の書き込みというのは、これは重大な人権侵害にもつながるものでありますから、決してあってはなりません。法務省としても、これ、侮辱罪の法定刑の引き上げだけではなくてですね、各種の取り組みを実施しているところであります。まず、法務省の人権擁護機関におきましては、被害者から相談を受けた場合に、その意向に応じて、違法性を判断した上で削除要請を行っておりまして、その実効性を高めるため、総務省ともプロバイダー事業者等との意見交換を行うなどして、削除要請に対する事業者の理解を求めているところであります。また、法務省の人権擁護機関では、学校に人権擁護委員や法務局職員を派遣して行う人権教室を通じて、地域に根ざした人権啓発活動を行っておりますほかにも、総務省および SNS 事業者団体と連携した SNS 利用に関する人権啓発サイトの開設などを行って、インターネット上の人権侵害の防止に取り組んでいるところでございます。さらに法務省では、新たな発信者情報開示手続きの創設を内容とします、改正プロバイダー責任制限法の円滑な施行に向けた各関係省庁等への協力も行っているところです。今後とも関係省庁等とも連携して、多角的な視点からしっかりと取り組みを進めていきたいと考えています。森島正君。ありがとうございます。ぜひ取り組みは推進していただきたいんですが、今、例えば大臣がおっしゃった法務局のプロバイダーへの削除要請も機能してないっていう問題も聞きますし、この問題っていうのは解消できない理由っていうのがたくさんあってですね、法定刑の引き上げなど現行制度の延長だけでは解決しきれない案件じゃないかなというふうに思っています。もちろん表現の自由に対する配慮は必要という前提でですね、維新国会議員団としてはこの件に関しては具体的な法制化に向けて取り組んでいきたいと思います。持ち時間もうすぐですが、申し合わせの時間経過してますので、はい、我が会派内で調整します、はい。最後にですね、大臣所信の4つ目の視点であります国際化国際貢献の観点から質問したいと思います。
自由基本的人権の尊重、法の支配の原理を国内はもとより広く世界の国々とも分かち合い、ルールに基づく国際秩序を形成拡大していくという大臣の思いに、私も共感いたします。しかしながらですね、残念なことに世界の一部にはウイグルやチベットのようにですね、こうした原理が全く通用しない地域があります。世界はつながっていますので、我々に全く無関係な話ではなく、遠い国の人々であっても彼らが人権問題で不幸な状況にあるならば、やはりこれを無視することはできません。こうした地域にどうやって司法外交によって自由基本的人権の尊重、法の支配を及ぼしていくのか、最後に大臣の思いを聞かせていただきたいと思います。委員長。古川法務大臣。ただいま触れていただきましたけれども、司法外交、法の支配やあるいは基本的人権の尊重といったこの普遍的な原理を我が国から国際社会に発信していく、浸透させていく、でそれによってこのルールに基づく国際秩序を支えることをも一つの目標としております。このような司法外交の重要性を改めて私ども今認識しているところでありまして、これまでもですけれども、また今後とも鋭意ここに取り組んでいかなければならないという思いを持っております。具体的には、これまでもやってまいりました法制度整備支援でありますとか、あるいは昨年の京都コングレスの成果をこの展開していって、世界にこのリーダーシップを発揮していくというようなことですとか、あるいはその価値観を共有する国々等との協力覚書を通じたですね、戦略的な連携を強めていくというようなことなどですね、やはり国際社会を舞台にして、この法の支配であるとか、自由基本的人権の尊重、こういった価値をですね、ソフトパワーという形に変えて世界に日本が発信をしていくと、ますますその要請が高まっている、そういう時代を迎えているなということを考えております。森島君。大臣ありがとうございます。ぜひ広く、価値観の共有を図るべく司法外交に力を、入れていただきたいと思います。以上大臣所信に対して、広く質問させていただきました。以上で終わります。ありがとうございました。次に安倍博樹君。安倍君。